チャッキ王子の本当にあった業界の怖い話。えー、チャッキ王子です、えー。今回はモノマネではなく、えー、本気で会談を語りたいと思います。心の準備はよろしいでしょうか、えー、苦手という方はバックしてくださいね。あれは僕がですね、えー、22歳の時ですね。えー まあ、川崎のある特撮スタジオでスタッフとして、えー、働いていた時のことです。はい。ちょうどガメラ3ですかね。あ、ガメラ1です。ごめんなさい。大怪獣空中決戦の、えー、撮影の時ですね。えー、立ち会ったんですけども、その時に、ちょっとした怖いことが起こったんです。えー、本当に怖い話なんでね。ギャグじゃなく、言っきますよ。 えー、まあ、スタジオって言っても、えー、本当に広くて、特撮スタジオなんで、まあ、足場とか組んで、ミニチュアをセットするだけでも、すっごい広さで、まあ、そうですね、50メートル、50メートルぐらいの広さはあるのが、まあ、第一スタジオでして、ね、えー、そこで撮ったんですけども、あの、まあ、当時、ね、真夏の撮影で、えー まあ、外の温度が30、今でまあ37度か8度ぐらいの猛暑の時で、それでスタジオ閉締め切った上に、あの、セットがね、油揚という理由で空調といいますか、クーラー全部止めてしまうんですよ。そしたら照明を焚くでしょうもう暑いなので、もうスタジオの中の温度はね、50度超えるぐらいの暑さになるわけですよ。そのために考えられたのが、氷の柱。 を持ってくるってことですね。えー、氷屋さんから、あの、だいたい高さ2メートルぐらいの氷の柱を100本ほど搬入しまして、スタジオの端々に置くんですよ。そしてスタジオの温度を下げるという、えー、そういう形で撮影は進んでいきました。えー、その日もものすごい猛暑の夜でしたね。 生ぬるい風じゃなく本当に暑いような感じの風が吹いてたのを覚えてます。えー、てっぺん、要するに夜中の12時を回った時にそれは起こりました。えー、3回目に氷を運んできた氷屋さんが、えー、氷どこに置きましょうかって言ったら、も AD の方が、えー、あの、裏の方のあそこに置いといてと、 ま、あセットの書き割りと言いますか、あのー、まあ、セットの絵みたいな感じのね、えー、裏に置いといてという感じで、また100本ぐらい搬入しようとしたら、途中で氷屋さんが、うわーって叫んだんですよ。え今何カットカットって撮影中に叫ばれたんで、あのー、まあ、みんなカットになったんですよ。まあ、あのー、樋口監督がいなかったんですけどね。カットカットって。えー、何 リハーサルやばかったんですけど、台は叫んなんって言ったら、ああ、私ですと、氷屋さんが言って出てきたんですよ。それ見てみんなが、ええええっーーと騒然となったんですよ。なんと、手が血まみれなんですね。な、どうしたんですかケアしたんですか氷かなんかに当たったんですかっみんなが駆け寄ったんですよ。違うんすよ違うんすよって言うんですよ。で、な、何があったんですか あのね、氷を並べようとね、持ち上げてたらね、子供がいたんですよ。小学生ぐらいの。こんな夜中にね、誰の子供だろうと思ってたらね、急にその子が手に噛みついてきたんでね、うわーって叫んだ血が出て、見たら子供いなくなっちゃってて、もうパニックでって言うと、スタッフの女の子がギャーって言って、え、なんで叫んだと思ったらその氷屋さんの、 右手、右手の小指のあたりなんですけども、ちっちゃい歯型がくっきりとついてるんで、そっから出血してるんですね。もう血は止まらないですね。とにかく、もう持てるだけのもと、あのベルトで、あの手首を縛って止血をして、ちょっとこれ尋常じゃないぞと。うん。やっぱりお払い、やっぱりしとくべきやったんかなって。えー まあ、真夏やからね、お盆ちょうどね、終戦記念日あたりの撮影の時でしたね。えー、まあ、こういうオチも何にもないんですが、本当に怖い話ってオチなんかないんですよ。真相なんか闇の中です。はい。聞くか聞かないかの選択肢は視聴者さんにありましたから、責任は私は何も負いません。そういうことで、おやすみなさい。